本発作ってなんだ。人とは違うでさをつけろ。コンビニのジャスコーナー。ローストビーフとって書いてあった。基本発作ってなんだ。子供の頃は気にもせず、気にならければ怒って。好きなものは好きだと言って。僕らは変わってく。守りたいものが変わっていく。理解さえない宝物か。理解さえ歌ねたため。大人になるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、見えるものがあるんだよ。だから僕は僕走っく。そして君は君らしくって初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれそういうもんさ。君の発作ってなんだろう、変えられない、大切があるから、変わりゆく生活が正しい。個性は出さなきゃいけない、そうよ早い根もこそいで悟ったように一歩引っ張、匿名希望の傍観さ。ちょっと待って、星空は変わらずあの日と同じだよ。理解さえずとも宝物は変わらず宝物はじけそう。ああ変化が怖くて変わらぬ日々も嫌いで、変わりたくて変わりなくて、子供の子を思ったりもして見失いそうで、自分である意味とかコンビニでも見捨てくときを見捨てたんだろう。でもね、それでもね、見えるものに気づいたよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれそういうもんさ。自分発作ってなんだろう、変えられない、大切があるから、変わりゆく生活が正しい。変わらない、大切があるから、ああ akan berubah, yang akan kita lindungi itu tak akan berubah.ありがとうございます。